こんばんは。こんばんは。上がすごい開いてる。これか。クエスト。あ、いた？あれ？これ本物？え、スズラン本物どれ？スズラン。あれ？スズラン、コメントしてくれ。スズランどれ？スズラン。すごい、韓国から見てくれてる方みんな。ハロー。なんか調子悪いな。え、スズランまだ来てない。停止されました。再接続。追加する。参加待ちです。あーい、あーやっとできた。待って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 、いたいたいた。え、待って、ここ空いてるよ私も。ちょっとずっとわーここだけしてくれないんだもん。なんか電波悪いね。なんか私接続悪くて、なんか停止しますとかなるんだけど。嘘、じゃあオジュレの方が電波悪いかも。待って待って、なんで可愛いのそんな。ライトライト、あれよ、あの下のさ、何のライトってずるくない？あの下のライト変えられるじゃん。え、何ライトじゃなくて、なんだ下のさ、お顔のところ。そうそうそう、フィルター。え、どれどれどれ。顔の横のキラキラってやつ。これやめてや。なんで今の。逆にどれやったの今。え、どれやったの。え、どのフィルター。どのフィルター。あのさ、右に行くとさ、顔の横にキラキラってやつない？あ、これかな。あ、これだ。 あ、そうそう、ほら可愛くなったじゃん。ほんとだ、ほら。で、今日はスズランがなんかセクシーな服を着ようって、うん、そういう話でこうなりました。すごい、もうちょっと下が見たいですね。できればなんか、なんですかね、こう、なんかもどかしいですね、その服。さっきいい写真撮った。でも嘘、ちゃんとファンに向けての。そうそうそう、終わった後に載せようと思って。やっぱそういうとこ抜かりないよね。ちゃんとしてるよね。二人とも可愛いよ。だって、あ、そうだ、コメント拾ってこう。うん、仲間由紀恵さんに似てる。だって何、仲間由紀恵さんに似てるって言われてるよ。綺麗ってことじゃん。ヤンクミ、ヤンクミ、てめえらだけなきゃ。お前ら、お前ら、お前ら。てめえらじゃない。気悪い、気悪い。お前らの方で。韓国の方が結構見てるよ。すごい、やっぱ、おじりやってたからじゃん。やってたから、プロデュースポテト。
ねえ、すごい頑張ってたもんね。一瞬ね、全然寝てなかった。いやいやいや、頑張ってたよね、本当にね。辛かった。私寝てなさすぎて、てか全然寝かせてもらえなくて、うん、寝てなさすぎて、夜、うん、ホテルに帰った時に、うん、なんかお風呂場の洗面所で寝ちゃったの、こうやって。お風呂場の洗面所、え、立ったまま？そう、洗面所になんか座って、こうやって洗面台あるやん。で、寝てしまって。うん、で、起きたの、パーって。で、喉乾いたと思って飲んだのが入浴剤だったの。うん、え？大丈夫だったんそれ。やばくない？そんぐらい疲れてたってことだね。そう。もうわかんなすぎて。入浴剤、カルピスだと思ったんちゃう？大体白いし。そうそうそう。本当になんかこういうペットボトルみたいな入れ物で。やば、柔軟剤か。入浴剤って言っちゃった。入浴剤。いや、だってあの時マジでさ、もう顔げっそりしてたしさ、うん。でもなんかすごいプロだなと思ったこと言っていい？何？え、なんかもうやっぱりさ、うちらの前だったらさ、まあ、こう、ジュリの素の部分っていうか、こう、あ、疲れてるの大丈夫かなっていう部分見えてたけど、やっぱカメラが回った時、マジそんな顔一切しないもんね。嘘。もうなんか、疲れてる表情一切ないし、なんか、やっぱすげえプロだなって思って見てた、あの時。ありがとう。なんか、スズランがさ、うん、結構さ、うん。リップがさ、結構赤いから、私ももうちょっと赤くしようかな。確かになんかメイク濃くなっちゃった。久しぶりにメイクするから。かわいい。あら、や、優しいわね。ズリナー、ズリナーだって。あ、エゴちゃんもインスタライブしてたらしいよ。マジ？うん、インスタライブから、エゴちゃんのインスタライブから遊びに来ましたって人がいる。エゴちゃんのね、純粋なやつからこの私たちの変態ライブを見るのはね。うん。私たちの変態ライブだから。今日は変態ライブなの？いつもうちら変態じゃねえか。そんなことない。私合わせてるだけだから。嘘だ！いや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 。言ったけど。え？セクシー担当でしょ。まあそうかな。まあそうかな。劇場でパンツ見せるじゃん。パンツは見せてない。みんな見せてるよ、ある意味。ある意味見せてる。私もちょっとセクシーになりたいから、そろそろ。そろそろ。もだってもう全然ライブとかないからさ、うん、もう次ライブあった時爆発しちゃうんじゃないかって心配なんだよ。確かにそうだよね。うん。わかる。ランラン巻き込まれたね。おじゅりの変態さんに巻き込まれたんですよ、私は。巻き込まれた？ちょっと待って、チャック開いてた。ねえ、ほら、そういうのか。書いてたの触ってたら気づいてなかった。触ってたって何？あのなんかお腹出てるなーって触ってたらチャック開いてた。セクシーライブ楽しみだな、だって。そうだね。なんかみんなコメントすごい、やっぱおじゅりすごいな。1000人以上見てるよ。すごい。常にすごいことだよ。1万人ぐらい来てほしいね。1万人か、やっぱもっと宣伝するべきだったかな。いっぱい宣伝して、私宣伝した。てかさ、なんだっけあれ、うん、あのストーリーあるじゃん、うん、インスタのストーリーとかはさ、なんか1万人が既読しましたってなってたからさ、1万人が来るかなと思ったんだけど、いや意外とね、みんな来ないのよ。来ないんだね。結構あのストーリーは見てる人多くても、じゃいざやろうとするとあんまりいなかったりする。ちょっと見に来て出てっちゃう、みんな。そうなんだ。そう、なんかこの服だったらポニーテールの方が可愛いかな。確かに可愛いね。でも今日はしないよ。今日はしないよ。しないの。今日はね、おじゅりがタイムテーブル作ってきてくれたんだよね。うん、タイムテーブル作った。めっちゃ汚い字で書いたけど。え、書いたの？全然見えねえ。やっぱ私書いたと思ってたんだよね。全然見えない。全然見えないね。わ、汚ね。超気に汚ね。なんかちゃんと書いてよ。はい、見て、読んで。まあ、見せるもんだと思ってないしな。そう、読んで。ちょっと待って、見えないのよ。1個目、約10分間とかですか？うん。もう10分経ったんで。1個目は、経っちゃったね。ファンの皆さんと、こう、コメント読んだりとか、交流をするお時間。そうですよね。うん。ね、確か。2個目が見えない。2個目は、歌。歌って書いたんだ。あれだ、反転してるから読めないんだわ。あ、そっか。その奥のぬいぐるみたちは何？
え、これプロレスのぬいぐるみ。その右のやつめっちゃいかついね。これ？うん。ライガーさん、ジューシーサンダーライガー。ライガーさん。そう。レッツイン。すごい。ガチじゃん。何それ？ゲームのやつ？やばない？これなんかファンの人がくれたの。いいな、そういうの欲しいな。え、待って、マイクない、どうしよう。あ、ちょっと待って、私のマイク持ってきていい？マジに。え、ちょっとマイク持ってない。テツランさん。どうしよう、私ビールにしよっかな、マイク。どうしよう。ビールいいじゃん。じゃあ私これにするわ、マイク。テツランさん。テツランさん、どこですか？マイクこれにするわ。やば。はい、美味しいですよ、このお酒。だいぶ減りましたよ。何それ？だいぶ減りました。それ何？これ焼酎だよ。ね、私のマイク下ネタっぽいって書いてる人がいるんだけど。そんなことないよ。ね。なんかマイクってか レポータージュリナって書かれてるよ。嘘。マイクです。こちらアルコール 15%。 OK。 何歌ってほしいかな、みんな。確かにそれリクエストしてもらおうよ。これ焼酎じゃない、ね、日本酒だった。日本酒なんだ。日本酒だった。何歌ってほしいですか、みんなさん、コメントよろしく。そんなことないよ。もう一人でライブ始めちゃってるじゃん。ね、何の歌がいいかな。下着何色じゃないよ。そういうの拾わなくていいんですよ。そういうのは拾わなくていいんですよ。猫や黄金ダイヤモンド、赤いピーチ。ハート型ウイルスだって。え、どこにあった？あったよ。嘘。ハート型ウイルスいいじゃん、スズラン似合うじゃん。ちょっとさ、私一つだけ不安定な部分があるんだけど、歌詞を見ずに歌えるかなっていう。歌える、歌ってみよう。ハート型ウイルス歌ってみよう。オッケー、いいよ、スズランから。うん。ちょっと、どこで区切る？一サビ。あ、そっかそっかそっか。歌割り順で順番こにしていけば。オッケーオッケー。待って。はじめはペンとコーン。待って、あそこのさ、じゃあ、ジリからいいよ。私からやるの？オッケー。じゃあもう。どっちでもいい、どっちでもいい。適当に一緒に歌いたくなったら一緒に歌っちゃおう。もう。あ、それでいいよ。よし、いくよ。せーの。せーのじゃないか。なんか恥ずかしくなってきちゃった。ちょっとこれ恥ずかしいから、歌ってて。やば。鼻水出る。うん。始まるピンクそうなった。ちょっと面倒な気がしてた。聞かれることだけ黙ってうなずいた。ジェリーの言いたいことはなかったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。泣けなくならないつもりがあったのに。どこでジュリナ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 。何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないのよ。ハートがウイルスにやられてしまった。むずい、これ一緒にやるの。もうなんかサビは自由に歌うにする。次の歌いきましょう。はい。次ちょっとおたまとかしかないわ。おたま、おたまげー。生声。何がいい？シンクロしてね。すまぬ。すまぬ。お酒飲んでるようにしか見えない。いや、お水お水。
でもさ、なんかうちらって本当毎日お酒飲んでるんじゃないかぐらいのハイテンションだよね。そうなんだよね、飲んでなくてもすごいもんね、うん、だってさ、イエーイ乾杯って言いながらオレンジジュースとさコーラだったもんね。そうそうそう、乾杯乾杯乾杯やばみ、すごいいっぱい来てるよ。何が、あ、手もでもいい、この曲手もでもだったら歌わりあるもんね。うん、手もでもにしよう。歌詞は書くかな。どっちがいい、先に歌う、歌う。いや待って、私歌詞が分かんないかもしれない。まあそこはあのうまく歌うわ。そう、ラララとか言って。オッケー。じゃあ、okay. どっちがいい？いいよ。止まっちゃう、おじゅり。何？いくら？おじゅりの動画止まっちゃう。私も。なんでだろうね。Wi-Fi つないでる？つないでないかも。つないでるかな？つながってるかな？微妙。Wi-Fi つないでる方が意外とスムーズよ。そうだよね。やばい。なんでスズラン後輩なのにタメ口なのって怒られた。いいよ。気にしない気にしない。確かに、私後輩だった。そうだよ。でもそんな変わんないよ。いや、変わるよ。全然変わるよ。変わんないよ。なんか、もうお友達と思っちゃってる。やばい。お友達だよ。よし、うん、歌おう。よし、じゃあ行くよ。うん。降り始めた細い雨が銀色の早川を。嘘だろ。I gotta tell this, on past the phone place. 私の初恋。待ち伏せした二つ目の路地。声をかけられないまま下を向いたら紫陽花も泣いていた。こんなに会いたくてもこんなに好きでも来れない傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない、でもでもの涙こんなに難しいの、コラボの配信って。ねえ、むずいね。もっとちゃんと歌いたかったのにね。ねえ、ユニゾンは無理だってめっちゃ聞かれてる。ねえ、ユニゾン無理だな。ユニゾン無理、バラバラとか聞かれてってことはすごい、すごくなんかなんだ、おじゅりが歌って私が歌ってって聞こえてんのかな。ね、どうなってんだろうね。どうなってんだろう、ね、でもハモるの無理やん。ハモるの無理だね。せーのでやっても無理だね。ね、こんなタムログあると思わなかった。うん、あ、音源ないの。だっておじゅり音源流したらいけるかな。じゃあえ、いけんのかな。48の曲だったら大丈夫だもんね。だって音源流しても一緒じゃないの。音源もずれて聞こえるんじゃない。ちょっと流してみる。あ、流せる？せるないでしょ、流せるもの。うん、私も携帯1台しかないから流せんわ。あれ、うん、DVD 見る機械で流せるよね。あ、確かに。今これはありますよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。革命の丘。それでもカラオケバージョンって入ってたっけ。カラオケ入ってない。夏よ急げとかの代表曲だったらカラオケバージョン入ってそう。うん、でも入ってなさそう。あ、そう。うん、強がり時計、恋するフォーチュンクッキー、イノセンス、革命の丘。夜空の向こうを歌ってほしいって書いたんだけど。あれから？スマップさんですね、それは。私はライオンハートの方が好き。あ、どっちも好きだな。オレンジ好き。いいね。オレンジ好き。あ、待って。でもジュリ、タイムテーブル教えて、もう一回。
歌20分やったら、うん、お気に入り紹介やって。待って、そんなのあった？さっき書いたよ。ちょっと待って、お気に入り紹介なんて、お気に入りのものを紹介する、書いたよ、送ったよ。それってない？何もあるよ、あるあるよムンダのことも一緒にしようよ、忘れかけてた夏の音は使いたいよ。ご本人様とたちと一緒にやったもんな、懐かしい。 SKE もさ出たんだけど、キスだって左利きとかやってくれたもん。そうだよね、なんか、うん、なんだっけ、カオタンが倒れてる、シンゴちゃんの前で倒れてる映像すごい頭に。ビストロスマップの時に、うんうん、タッパー持ってきて、うん、これに入れてくださいみたいな、持ってきて、そうだそうだ、それすごいなんか記憶にあるわ。ね、よく AKB グループ出てたよね。出てた出てた、うん、私も一回だけライブのやつ出たことある。いやでもすごい思い出じゃない？うん、すごい思い出だよね。いやもうあれはすごい。てか本当 AKB グループすごいよね。うん、 SK までじゃないかな、出たの多分。そうかも、そうかもしんないね。年比出てないかもしんない、なんかここには出てるかもしんないけど、うん、うん、確かに、ね、変顔対決、なんか変顔対決、うん、じゃあ笑った方が負けね。でも変顔してる時って見えんくない？確かに見る系の変顔ね。目は自分は OK、 目はそのまま。じゃあいくよ、3、2、1。どっちも笑ったのかな。やばみ。え、じゃあさ、たあのさ、テーマ決めようよ、変顔の。結局歌じゃなくて変顔になっちゃった。あのさ、例えばゴリラ、ゴリラとかワニとかお猿さんとか。いや、やったことないよ。何する？何でもいいよ。え、何がいい？何でもいいよ、合わせる。うさぎ。絶対かわいいじゃん、変顔ちゃうよ。いいよ、うさぎだけど変顔、変なうさぎ。 OK、 せーの、せーの。ちなみにだけど、うん、私今すごいこだわってたから。なになになに？歯は絶対2本しか出さないっていう。面白いんだけど。いや、これちょっとおもろいな。おもろい。じゃあ、おじりのそんな変顔みんな見たことないから。なかなかやんないからね。でも変顔得意なんだよね、結構。いや、そうだよ。知ってるよ。変顔も得意だし、変な、なんか、体の動かし方とかできるよね。なんかさ、わかる？普通じゃそんな体になりませんみたいなさ、なんか、とかできたりするよね。なんかさ。いろいろやる。うん。何がいい？次。いいよ、何でも。ちょっと変顔のお題くれ？みんな。確かに変顔のお題欲しいかも。ね。美人が台無しだー、だって。あら、そう。あら、そう。変顔は嫌って言ってるんだけど。そっか、おじりの理想が崩れちゃうからかもしれない。そんなことないよー。やめ、やばいやばい、顎出てた。もともと出てるから。出てないよ、顎。出てるよ、ほら。いや、ちょうどいいじゃん。それ出てるよ。それが出てるって言うんだよ。私さ、笑うと顎出んだけど。虹顎やって。いや、今のやってって言われたからできてるわけで、普通はないから。うん。ないと思う。セクシーポーズ対決だって。いいよ。じゃあ、この画面の中だけで。OK。本当だったらさ、こうなんか、体のラインとか使ってやりたいけどね。うん、おー、さすがだわ。ちょっと待って。これ以上遠くならない。今いる場所が。よし。はい。せーの。迷ったね、今。一緒になっちゃうと思って。どうしたの？
難しいね。難しいね。歌やりますか、一曲。あと、じゃあ歌に戻ろっか。うん。じゃあ私からおじゅりにリクエストしていい？いいよ。さっきコメントでも多かったから。うん。あれが聞きたい。あのさ、あそこ。不器用太陽の初っ端の出だし。オッケー。うん。ああ。すごい、エコーまで聞いてる。どう？ない方がいい。マイク。また止まっちゃった、おじゅり。マイク、うんうん、マイクない方がいい。あった方がいい。ない方がいい。あってもなくても。あ、よし、じゃあ歌うね。行くね。アスファルトの熱で、街はのぼせて、みんなスローモーション、君の自転車がゆっくり近づく。ワンピースの花が、風に舞い上がって、キュンとさせるよ。嘘だろ。好きだよ。嘘好きなのに。ハモ。せーの。好きなのに。好きなのに。似合って長すぎる。あ、すごい、踏まれてた、踏まれてた。嘘。うん。せーの、海へ行きたい。せーの、海へ行きたいって君が言い出すから、友達のままで海へ行って何をすればいい。相変わらず自分はせず、口が勝手に人生に変わっている。なんか合わせようとしてたら忘れちゃうかしで、じゃあお気に入り紹介、お気に入り紹介やりますか。はい、行きましょう。 あります。じゃあ私、目の前にあるものいいですか。いいよ。これね、ファンの方からいただいたんですよ。どれ。せーの、ってだん、スズランって名前が書いてあるリップ、口紅です。えー、かわいい。そうなんですよ、今使ってます。ちなみに、かわいい、かわいい。めっちゃ発色良くていいの。よいしょ。ちなみにね、ルージュディオールウルトラバーム866の色です。あ、ディオールなんだ。そう、ディオールなの。めっちゃ可愛いで。名前入れてくれた。今年は、じゃあおじゅりの番。え、私の、お、待ってね。うん、待ってるよ。おじゅり待ち。登場。あ、おかえり。ただいま。私のお気に入りはアクセサリーなんですけど。お、これなんだ、見えない。うん、猫の手。なんかすごいキラキラしてるよ。指輪の猫の手で、ネックレスはこれも猫。猫、猫ブーム。ほら、猫がボール遊んでるみたいな。かわいい。で、これは腕、ブレスレット、これも猫。なんかそれもしかして新しくない？新しい、まあまあ。系統そうだよね。最近見たことないと思って、まあ会ってないしね、うちら。ね。ハワイで買った。かわいい。うん。猫たち。猫たちかわいい。そのブレスレットめっちゃいい。これ？うん、かわいい。かわいいでしょ。これなんだ。おい、猫ちゃん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 、にゃーにゃー。あ、これかわいい。これかわいくない？なんで黙ってんの。早く、いつ突っ込んでくれるかなと思って。かわいい、それ。その犬どこ？犬？
そのハートのやつの左側にない？はい、あ、これか。え、犬じゃないんだけど私ね、ウサギなんだけど。本当だ、私犬だよ。なんで？え、すごい面白い。何これ？何これ？おじゅり最近何してたの？え、料理ばっかり。今日はシチュー作った。うん、マジ？うん、さっきまで料理してるって言ってなかった？そうそうそう、うん、さっきシチュー作ってた。この始める直前まで料理してたべ。そう、なんか終わってから料理するの絶対なんか無理だなと思って。そうだね、確かに料理うまいもんね、もともと料理好き。うん、あのなんだっけあのどこだったっけな、静岡でさ、バレンタインだっけ、うん、うん、あの日に作ってきてくれたじゃん、クッキー、うんうんうん、すごいこのぐらいちっちゃくにしてみんなで食べれるようにさ、うんうんうん、あれ何個作ったん？え、100個ぐらい。めっちゃあったよな、あれ一人で作ったん？うん、そう、やば、100個ぐらい作った。あれ一人3個までって書いてあったよね、確か。え、違う、一人1個だよ。あれ一人1個なのにスズランめっちゃ食べたんだよ。だって美味しかったんだもん。で言われたもん。よ、スズランってスタッフさんに言われて、うん、あ、お疲れ様ですって言いながら食べてたの。で、その後が帰ってくるときまだいたから、おめえまだそこにいんのかって言われた。めっちゃ美味しかったクッキー、本当に。作るね。うん。ちょうだい。あげる。次いつ会えるかね。ね、早く会いたいね。うん。あつ森って書いてある。なんでだろう。会いたい、会いたい、会いたい、会えない。私だけを見てほしいよ。見てるよー。怖い、怖い、怖い、びっくりした。続くかと思ったのに。じゃああれは？ん？え、待って、もう、なんだっけ、何言おうとしたんだっけ。何私あれ好き。何強がり時計の出だし好き。強がり時計を止めてどんなに頑張ってみても溢れてしまうわ涙。チェタピンチェタピンチェタピン。強がり時計を止めて平気なふりしていてもだっけ。そう。ねえ、やってるじゃん、これ。あ、欺けないのよ、自分。ストピッ、ストピッ、ストピッ。夕暮れ、街角のバス停で、あなたに抱きしめてほしいか、あ、か。じゃあ、なんだっけ、じゃん、じゃん、じゃん。あ、もう忘れてる、やばい。やばい。やばいよ。道はるな、だっけ。そう。この、この雪降り始めて、傘とか持ってなくて、このまま悲しみに埋もれそう。わがままな、この雪、空を待って、心に積もるように、今、一人きりになる。だ。そう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 。正解正解。ねえ、もうやる？しりとり。そうだね。あ、すごい、もう35分もだったよ。え、まだ35分なの？うん。え、もっとやってるかと思った。あれ？時計壊れてる。8時35分だもん。え、時計壊れてる。あ、まだ35分か。な、何で見たんだっけ？でもあれだもんね、セクシーしりとりをするために今日セクシーな服を着てきたんだもんね。そうそうそう。だけどね、一つ言って、全然おじゅりのここ映ってないのよ。そうだよね、なんかもっと上がりたい。そうなの。どうですか？いいですね、素晴らしいです。かわいいです。セクシーしりとりしよう。いいよ、しよう。じゃあ、これから始めていい？いいよ。スズランからいいよ。スズランから始まるセクシーしりとり！イエーイ！いきまーす。
おたまはい最高じゃん、おたまはいはいはいよマントヒヒマントヒヒいただきましたねね、マントヒヒってなかなか出てこないよ、人知りたりするときヒッヒうん。ヒヒむずいね。ヒむずいね。ヒってあったっけな。ヒヒってなんかあった？しりとりで。待って待って待って。やばい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 。ヒヒ。あ。ヒモ？ヒモ？ヒモ。ヒモ？いろんな意味のヒモです。ヒモ？はい。もセンスがしょ、センスが昭和って書かれてんだけど。もってまずない。も、ま、ひも思いつかなかったな。も悩んでる姿がセクシー。いくよ。いいよ。桃の節句。何それマジ昭和。ちょっと待って。思いつかんから普通そんな言葉。せっくのく？くだよ。く。クッキングママ。何今パパでしょ？クッキングママでしょ？パパだよ。え、クッキングママっていうさ、パスタあるよね。何？クッキングパスタのこと？うん、クッキングパパっていうさ、うん、あのアニメ？漫画？あ、そっちか。私クッキ、え？クッキングママっていうさ、パスタあるよね。ママっていうパスタで。ママってパスタってあれママなの？クッキングじゃないの？ママじゃないじゃあパにしてもらっていい？クッキングパパにしてもらっていい？パパ？パ？オッケー。パイ。ストレート。ガツンときたよ、はい、今。あ、待って待って、やっぱちょっと変更。いくよ。はい、どうぞ。パイの実。はい、いただきました。そうやってやるとね、形わかるからやめた方がいいよ。パイの実？実？うん。うん。実。実？マジでセクシーな言葉ってなかなかないもんだな。実。実。あー、んがついちゃう。実？コメントにないかな。実。ずるいずるい。いくよ。うん。みるみる。みるみる？みるみる。うん、みるみるっていう飲み物があるの。うん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 。あの、紙パックみたいなちっちゃいやつ。そうそうそう、ヤクルトとかのさ、そっち系の。わかるわ。なんでさ、言った後にさ、うん、確認しようんだろう、うちら。確かに。あれねとか言って。ルルルルてかセクシーしりとりしたら人増えたんだけど。ほんまや。ルールーズソックス。あー、エロいえ、ルーズソックスエロい。ルスね。ルーズソックス。ス。スか。全部んがついちゃうな。ス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 。
うん。カモン。すじこ。エロい。エロいよね。エロいよね。拍手、みんな拍手。みんな拍手。パチ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 。待って、マジ何がエロいかわかんない。すごい。すじこエロい。エロくないだろ。私最初こう言わないのかと思ったの。大人だね、うちらって。もう大人だよ、やめて。そんな発想すると思ってなかったおじゅりが。さすがだよ、君。こうね。うん、ちょっとすじこ、こうよ、こう。思い浮かばねえな。そうなんだよ、なんかセクシーに特化しすぎると思いつかない。なんかセクシーなのを やろうとするとすごいエロい、すごいどしもネタになりそう。確かに。いやでもね、どうなっちゃうんだろうねって話だけど、意外とまだいけるね。ね、いくよ、うん、いいよ。コーンビーフ。あ、いい、好きよ、コーンビーフ。私コーンビーフをサラダに。コーンビーフ好き。好き、コーンビーフ。コーンビーフ美味しい焼肉屋さんあるから今度行こうよ。コーンビーフが美味しい焼肉屋さんがあるの？うん、うちらのジム行ってたじゃん。うんうんうん、あの近くの焼肉屋。行きたい。コーンビーフめっちゃ美味しかった。コンビーフ丼みたいな。マジ、うん、じゃあマジの和牛のコンビーフじゃん、絶対。そうそう、行こうよ。行こう。うん、またうちら一緒にいるようになったら太っちゃうよ。やばいね。本当に。コンビーフ。船、うん、船、うん、ふ、うん、ふ、プでもいいよ、プでも。ん？プでも、ブでも。フから派生していいってこと？うん。プでも、ブでもいい。まあ、でも逆に難しくなってきた。そうそう。思いつかない。頑張れ。ラムちゃん、頑張れ。プ、プ、プ。ぷぷぷぷぷぷぷりぷりじゃぷん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 ぽぽぽぽぽんぽんぽんぽぽ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 ぽ。待って、この家にない？出てるよ、コメントにいいのが。ああ、いい！プで行くわ。うん。プ、リ、ケ、ス。いい！プリケツ！スズランのプリケツが見たいよ。見せて、プリケツ。プリケツ見たい？見せて、プリケツ。これがかかります。クレヨンしんちゃんの真似してよ。うん、あ、いいよ。じゃ、お尻出して。え、ガチで言ってる？やるよ、ほんとに。いいの？やっていいんだな。やったな。やるぞ。プリケツ。つ。いくよ。うん。つくつく帽子。かわいい。かわいい？かわいい。てかさ、ほんとにさ、語彙力すごいよね。引き出しはすごい。帽子？帽子。死ね。マジで私し、本当に気がしない。し、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 死ね。オッケー、行く。うん。し、ま、う、ま。まあいいでしょう。いいでしょう。ねえ、もうコメントやばみ。私ほんとはシリコンボールって言おうとしたんだけど。いいじゃん。ちょっといろいろやだなって思ってやめた。シマウマ。いくよ。はい、早。マッチング。マッチング？いい言葉使うね。今マッチングアプリ流行ってるもんね。世の中では。
そうだよね。ね、すごいんだろうな、マチング、グ。グね。グ？グ、グー。グー、グ。グー？待って、グコ、マジ思いつかないな。めっちゃいいコメントあった。え、コメント。マジ？うまいね、みんな。私、本当に苦手だな、こりゃ。グー。え、普段苦手だね、これ。意外と苦手だった。グシ。え、マジ思いつかない。おじゅりだったらグーなんて言う？なんだろう。グラマラスとか。はい、思いつきました。はい。グラマラス。ありがとうございます。いただきました。すね。す。す？本当思いつかない。頭悪くなったな。いくよ。はい。あ、待って。なんか言っていい言葉なのかそうじゃないのかよく分かんなかったからちょっとやめとく。分かった。とりあえず言ってみ。あ、いくよ。あ、いく。いくよ。いくよ。うん。スイッチング。それいいのかな悪いのかなそれ、それ大丈夫。違う。その前に思いついたのが言っていいことだったら。え、何スイッチングって。なんでスイッチング、あの、なんかカメラとかさ。あー、スイッチャーね。うん。うんうんうん。またぐだよ。またぐかよ。出た、ぐ攻め。ぐ攻め。はい。はい、お、早い。ぐ、り、か。いいね。こうだとさ、だから変なやつしか出てこないんだって。今、グリコの筆箱出てきたから。そこにあったから、あと。こう思いつかないな、なかなかね。こう、こう、こっち、こっち、こでもいい。いいよ。いいよ。うん。ゴルゴンゾーラ。おー、いい。いいね。ララね。うん。ラ。はい。はい。ラーメン二郎。いい、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 いい感じ？いい。ニンニクマシマシで。ニンニクマシマシで。う？う。うちら20分もやってるこれ。あ、やばい。え、あと何分配信できる？あと10分ぐらいかな。10分。1時間で切れちゃうんだよね。じゃああれしよう。何これ。あ、いいよ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 。お題何にする？今のせ宣言ゲーム最初。お題は、あ、マジカルバナナにする。あ、なんだっけ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらなんとかみたいなやつ。うちらバナナ好きじゃん。じゃあバナナからね。うん。じゃあうちらバナナからね。え、スズランから。マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらレモン、レモンと言ったら酸っぱい、酸っぱいと言ったらキース、キスと言ったらブチュブチュ。
ちょっと何ガン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 、ちょっと待って待って待って、今のはちょっと申し訳ねえよ。ブチュブチュって何ですか。スズランさんはキスするときブチュブチュするんですか。いや、うんと、うん、うんってしたい。うん、うん、うんって。じゃあ、はい、チューは？え？チューは？いただきました。じゃあ、キスと言ったから始める？うん、うん。せーの。どっちから？私からジャブルね。スズランだってスズランがミスったからスズランのキスと言ったら。オッケーオッケー、すいません、はい、マジカルバナナじゃん、じゃんじゃん、キスと言ったらキスと言ったら美しい、美しいと言ったらスズラン、スズランと言ったらジュリーナ、ジュリーナと言ったらエロい、エロいと言ったらスズラン、スズランと言ったらお尻、お尻と言ったらおじゅり、おじゅりと言ったらプロレス、プロレスって言ったらやいやいや、ガン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 、審議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 、やいやいや、何ですか。あのプロレスってなんかすごい声を発するじゃん、やーとか、おりゃーみたいな、うん、そういうことですよ。いやもう、いやいやいや、おかしいでしょ。でもめっちゃ笑ってるよみんな。いや本当だ。W がめっちゃ多い。ウケるウケる。いやでもなんかお辞儀にカンカンカンがないの悔しいの。でも知ってるよ私、お辞儀にプロレスの技かけられたことあるもん。あ、そうだっけ。うん、苦しかった。ごめん。いや私お辞儀の体よりはもちろん私の方が大きいわけよ。身長は、身長はないけど、私の方がタッパはあるから。そんなことないよ。あるから。ポン！いや、なんか。ポンポンポン！ちょっとポンポンだった時期はあるよ、もちろんね。でも最近ちょっと痩せた。痩せたよね、痩せた、全然違う。炭水化物あんま食べてない。だからじゃん。うん。全然痩せたよ。うん。嬉しい。あ、いいこと言ってる人いるよ。何？ジリナと言ったらプリンセスだって。え、王子様どこ？現れませんよ。いたんだけどな。いたの？うん、どれどれ言ってみて。この人。あ、うん、大丈夫。一生一緒にいてくれると思うよ。一生一緒にいてくれよ、その子は。プリンス。でも本当好きだもんね、プロレスね。キング、キング。好きだもんね、プロレス。キングだの、キング、私の。うん、よかったね。じゃあ寂しくないね。寂しくないね、一人でもね。寂しいよ。痩せた。あ、いいよ、そうしよう。これ取った方がいいかな、うさぎとか。うん、うさぎとかそのままでいいかな。どっちでもいいよ、取る。このままでいっか。 OK。 セクシーポーズにする。いいよ。よし。よいしょ、せーの。難しい。新芽。じゃあこれ。オッケーじゃない？でもう一回やりたい、マジカルバナナ。いいよいいよ、やろ。じゃあ私からやるわ。オッケーです。いくよ。マジカルバナナ、バナナと言ったらセクシー。セクシーって言ったらおっぱい。おっぱいと言ったらおっきい。おっきいと言ったら私のケツ。私のケツと言ったらきれい。きれいと言ったらおじりの。ちょっと待って、言えない、待って、無理だ。ちょっと待って。何何何？ちょっと。と今のは言えない。おじりのとこ。いや、これ本当にやっぱうちら二人のノリってあんまり放送できない言葉多いわ。ちょっと待って。なかなかね。いやね、
すっごい、すっごい言ってもいい？何？私ね、おじぎの膝小僧好きなんだよね。膝小僧ってどこだっけ？膝小僧ってここだよ、ここ。膝、膝の、膝小僧ってここだよ。ここ？そう。これお皿じゃないの？お皿、膝小僧って言うよね、そこ。そうなんだ。めちゃくちゃ好きなのよ。大丈夫か、小僧？あのね、めちゃくちゃ綺麗なの。なんか、私すごい膝、少年みたいな膝してんだけど。すごい、あ、ゴルフやってるからさ、なんか引き締まってるよね、足とかなんか。あ、そうかも。ちょっとね、引き締まってるかな。うん、肉もついてるけど。もじりのね、ほんと、肌白いからかな、めっちゃ綺麗なんだよね。嬉しい、うん。ごめんね、なんか、言えないとか言って膝小僧ぐらい言えたわ。膝小僧言える、おっぱいとかかと思った。おっぱいも綺麗よ。この辺のことかと思った。それはね、ビーチクって言うんだよ。それはビーチクって言うんだよ。確かに、ビーチクって言えばいけるな。でもさ、ビーチクって言葉もだいぶ昭和だよね。確かに。そら、昭和なんじゃん。そう、なんかね、よく言われるんだよね。リアクションも昭和っぽいね、とか。まもなく終了だって。ほんと、じゃあもう結構1時間経ってるわ。早っ。早いね。早っ。なんか特になんかすごい濃い話してないね、とつも。してない。遊んでた。遊んでたね。うん。元気だった？大丈夫だった？元気だよ。よかったよかった。またね、5月以降からね、またお仕事あるかもしれないからね。そうだね、あるかも。そうそう、そうなった時みんなとまたすぐ会えるように私たちも元気でいようね。はい。はい。早いようだって。確かに、こんな1時間早かったっけ？ね、早いね。うん。楽しかった。楽しかった、ありがとう、だって。めっちゃ笑ったわ。久々に笑ったわ、こんなに。それな。またやりましょう。またやろう。またやりましょう。じゃあ私、あと何秒？え、わかんない。どうやってこれ切んの？切れちゃうと思うよ、勝手に。1時間経ったら。そうだよね。あと何秒って出てない？上の方に。出てない。あ、マジ？うん。延長、延長って書いてある。なんでだろう？まあでも本当、久しぶりに会えてよかった、おじり。ね、会えてないけど。画面が。本当に、いや、会えてるよ。会えて。今の時代すごいな。こうやって会えちゃうんだもん。あ、2分あると思うだって。あ、2分はあるんだ。うん。で、ファンの人が言っている。あ、そうなの？じゃあ何する？あと2分。これなんだ？これは？なんもなかった。いやだ、口の中めっちゃ見える。うん、それ見えるね。恥ずかしいね。それ一番かわいい。それかわいい。あにょーん。ちんちゃぽぼしこっそよー。私、あの韓国語だけ知ってる。なに？나는포기하지않습니다。言い方なんでしょう。わかんない。私は諦めませんです。いいね。ファイティンファイティン。あ、ファイティンファイティン。ファイティン、勝ちファイティン。マッコリ？マッコリじゃない。コラ。じゃあ、モッコリっていう韓国語があるの。コラ。うん、本当にあるの。もしったもしった。もっこりっていう韓国語があるの。もう何回も言わなくていいから。このことだよ、もっこりって。ネックレス、ネックレス。あ、知ってる、知ってる。もっこりね。そう、もっこり。マッコリ、もっこり。多分、もっこりじゃないと思う。もっこりじゃない？あ、もっこりね。もっこりじゃないのね。もっこりです、これは。わかりましたか？さあ、皆さんで、せーの、
マッコリー、ありがとうございます。飲みたいのはマッコリー、マッコリー、あ、マッコリー、マッコリー、飲みたいのはマッコリーでしょ。じゃあね。じゃあね、お尻。またやろう。これで終わるのやろ。またねー。マッコリー、マッコリー、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうみんな。マイビー、切れちゃう。バイバーイ。バイバーイ。切れたの？